こんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日はですね、東京は町田市にある町田ダリア園に来ております。こちらでね、これから秋のね、今花盛りを迎えているダリアの方いろいろと見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では行ってみましょう。はい、こちらから町田ダリア園の中に入っていくわけですね。どんな感じに咲いてるんでしょうか。こちら中入ってまいりました。すごいですね、ダリアが花盛りでございます。こんな感じで真ん中に噴水があるんですけれどもね、噴水のところを中心にダリアが各品種ごとに、ね、分かれて植えられている感じです。とても手が込んでますね。手入れが行き届いております。このような形で下には藁が敷いてあって、病気を防止するような形にもなってますし、一つ一つに支柱がかけられてね、しっかりと花が倒れないようになってるんですね。こんな感じでね、壮観なんですけれども、ダリアね、こういった形のもう本当にゴージャスなものから、こちらもかなりゴージャスですよね。こういった感じに大きな菊みたいな、本当に菊花なんですけれどもね、こういった形からこちらに行きますと、こういった形の小さなね、ポンポン咲きみたいな形のものまでいろんな種類があります。もともとは自生地が、こちらはダリアはメキシコとかなんですね。ですのでそちらから原種が取られて、それを西洋でね、主に最初品種改良が行われたっていうことなんですけれども、その品種改良されたダリアが日本に持ち込まれたのが江戸時代ぐらいなんでしょうかね。そのぐらいで、それから日本でも品種改良が進んで、このような形でいろんな品種形のダリアが増えてるっていう形です。素晴らしいですね。まあ、菊花っていうことなので、よく見ると菊のね、特徴があるかなと思います。で、こういったダリアなんですけれども、もともとメキシコが原産なので、日本の夏意外と弱いんですよね。夏の高温多湿でこういったね、ところが蒸れて枯れてきてしまったり、それからうどんこ病が発生しやすくなったりっていうことがあるので、意外と夏の花と思われがちなんですけども、夏が苦手っていうことなんです。で、秋ぐらいになってくると、このような形で気候がね、冷涼ですから、それでしっかりと育ってくれると、花を咲かせてくれるっていうことになるので、意外と夏が苦手なんだよっていうことね、抑えておくと栽培がしやすいかなって思います。地下にね、球根がありますので、そちらの球根で冬になるとこの地上部が枯れてしまって、それで休眠するような形でまた春から出てくるという形なんですね。天気が良くてとても気持ちいいですね。こんな感じで皆さんのね、お好みのダリアがありますでしょうかね。このダリアなんかも可愛いですよね。見てください、こうオレンジのね、濃いオレンジ。咲き始めはこういった感じで薄いみたいな感じですけれども、これはミックスキャンディっていう品種みたいですね。可愛いですね。大きさはだいたいこんな感じで、手のひらよりはかなり小さいサイズです。咲き進むと色が変わるっていうのがね、これはなかなかいいですよね。はい、それからこちらはシンクのバラみたいな感じですけれども、ルージュマジックっていう名前なんですね。ルージュ、赤のね、マジック、魔法ってことですね。すごい情熱的な感じです。美しいですね。はい、こちらはまたね、ちょっと違う毛色でカルメンって感じなんですけれども、カルメンじゃなかったですね、これはね、プリンセスダイアナということで、ダイアナね、ダイアナ妃ですね。それをイメージして作られた品種なのかな。華やかですね。華やかの中に力強さと、なんか芯の強さみたいのを感じる、そんな品種ですね。こちらがね、マゼンタの色、うん、これも綺麗ですね。これもなかなか大きな花弁ですけれども、こちらはユーモエっていうのかな、なんて読むんでしょうね、ユーモエかな、わかんないけど、はい、こんな感じでね、今こうやって切り戻してあるんですよね。茎の部分かなりね、水が染み込みやすくなってるのがわかると思います。中が中空になってるんで、こんな感じで切ると、特にね、梅雨時なんかに切るとこの中に水が溜まってしまうっていうことがあるので、それで傷みやすかったりするので、人によってはこの上にね、蓋をかけるっていう方もいらっしゃるみたいで、そうすると中の蒸れ、腐りが防げて
健康に育つってこともあるみたいですけれども、その辺もね、いろいろと工夫がね、個人であるのかもしれませんね。はい、それからこちらがよりね、マゼンタでパープルの色が強い、こちらはね、ダークナイトっていう品種みたいなんですけれども、闇のね、暗闇のナイト、ナイトはどちらのナイトなんでしょうね、騎士のナイトかなと思いますけれども、ちょっと男性的な美しさがありますね。それから今度こちらですね、こちら白に少しピンクが入ってる感じです。女性的な可愛らしい感じですけれども、こちらはキャンディーガールっていう名前の品種になります。はい、それから今度こちらかな、こちらも綺麗ですね。はい、こちらはまるで妖精のようですけれども、その名の通りティンカーベルというね、ピーターパンに出てくるあの妖精を模している花なんですね。ほら、凛としながらもね、柔らかい風情があって素敵ですね。はい、今度こちらですけれども、ユーワコマチっていう名前の品種なんですけれども、これはね、めちゃめちゃ小さいですね、花がね、5センチぐらいでしょうかね、5センチもないかもしれませんけれども、こういった形で菊のような、本当菊ですよね、こうやって見るとね、こういったような小輪の多花性の品種もあることですね。あ、ここに蜂が来てますね。これもなかなかこう野趣あふれる感じで素敵ですよね。今度こちらはね、なかなかやっぱり立派なものですけれども、お、せせり鳥が飛んでる。はい、こちらはね、希望の光ということで、まさしく本当になんかこう光って感じですね。光を放射状に出しているような美しい品種になりますね。かなりの高性高いね、背が高い品種になります。はい、その横ですね、こちらもすごいですね。ひまわりのような感じなんですけれども、こちらは通天閣っていう名前で、大阪の人が作ったんでしょうかね。通天閣のようにこうそびえ立つね、雰囲気があるのかなと思いますね。背も高いですよ、 1.5 メーター以上ありますね。見てください、この花バイカラーですごい存在感ありますね。デュオっていう花の名前みたいです。デュオなんで2色ってことなんでしょうね。すごいね、センセーショナルな色ですね、これはね。で、今度この隣ね、この隣の黄色いの、これはナバナの月っていう名前です。ナバナっていうのは菜の花のことだと思うんですけれども、その菜の花畑に出てる月ね、丸い月、ぽっかりと浮かんだ月をイメージしてるんじゃないかなと思いますけれども、とても素晴らしい、ほら満月みたいですよね。はい、この秋の空によく合ってるこの品種名は秋晴れというね、品種です。このコントラストが本当に秋って感じがしますよね。秋の錦秋、錦をイメージするような秋の華やかな色、青空に映えます。天高く馬こゆる秋っていう感じですね。こちらのね、純白の花ですけれども、これは初音っていう、初めての音って書いて初音っていう品種なんですけれども、本当に雪のようなね、雪が咲くところでこう初めてウグイスが鳴いたようなね、純真な純粋な風情の持つ花ですね。このような形で少しね、谷戸のような形の地形になってまして、こう斜面を下りながらダリア園が続いているということで、この構造も素敵ですね。カスケードみたいな感じですでね、こうやってこちらの方には普通のダリアですよね、がありますけれども、こういった形でこの背の高いの、これもダリアですよね。これは皇帝ダリアって言うんですけれども、木のようなダリアですけれども、これもね、冬になると花咲かせますんで、これも楽しみですね。こちらがね、皇帝ダリアですよ。非常に背が高いですね。だいたいこれで3メーター以上はありますよね。 3.5 メーターぐらいあるんじゃないでしょうか。こんな感じで茎は竹のような感じの茎ですね。ただこれもね、やっぱり日本の台風なんかに弱いので、台風のないねところに住んでますんで、折れやすいんですよね。こんな感じでちょっと折れやすいので、支柱もしっかりと立ててあるということでね、これから冬のね、今ちょうど先端につぼみがついてるんですけれども、
つぼみがこれから大きくなってね、冬の華やかなね空を飾ってくれるんじゃないかなと思います。はい、この辺はねまるでコスモスを思わせるような花ですけれども、これがシングル咲きっていうものだと思いますね。はい、花びらが八重じゃなくてねシングル、それが特徴で平らに咲くような形ですね。はい、シングル咲きはこちらにもねありますね。こういうのがやっぱり原種に近いんじゃないでしょうかね。はい、これなんかもそうですし、こういうのもねそうです。これも綺麗ですね。はい、こちらのオレンジが印象的なね花ですけれども、秋田舞子ということでね、秋田の舞子さんをイメージしてるんでしょうかね。ちょっと和の情緒があっていいですね。それからこちらがね赤い品種ですけれども、エクスカリバーというね、聖剣エクスカリバーですね。その強さをイメージしているような感じがしますね。エクスカリバーかっこいいですね。はい、こんな感じでこちらの斜面もね、割と今この辺は大輪が多いですけれども、奥の方に行くと中輪、それから小輪のものもあるみたいですね。わあ、これも綺麗ですね。大正ロマンという品種みたいです。大正の頃の着物のね雰囲気になんか似てますね。わあ、これはすごいですね。またねこれの名前は桃水、桃に酔うと書いて桃水なんですけれども、めちゃめちゃでかいですね。すごい。はい、こちらのエリアあたりがね中輪系が多いみたいですね。この品種はスピカっていうね乙女座の星ですね。一等星スピカをイメージしているようですね。こういうねいろいろ咲き方がありますけれども、こんな感じね、これは何咲きっていうんでしょうね、デコラティブ咲きっていうのかな、八重咲きのね、いろんな咲き方があるんですよ。先ほど言いましたようなボール咲きをポンポン咲きってね言ったりね、とんがったものをカクタス咲きって言ったりね、そんないろいろな言い方があります。こちらもなかなかいいですね。これはココアっていうね、そのものズバリのねココアの色だからココアというみたいですけれども、この品種はとても可愛いですね。手がちょうどこれぐらいなんで、大体5センチにも満たないと思いますけれども、ボールのような感じです。はい、こちらのね黄色くね中が見えるのも魅力的ですよね。こちらの品種は何ていうのかな、リズモアキャロルっていう品種みたいです。外国の品種でしょうかね。はい、これがねカクタス咲きっていうねサボテンの花みたいな咲き方をしているもののタイプですね。これもなかなかやっぱりかっこいいですね。はい、こちらはねペチカというね花なんですけれども、ペチカはロシアのストーブかなんかじゃなかったかな、そんな感じで火がね暖かい火が燃えてるようなね雰囲気を持ったね品種かなと思いますね。綺麗ですね。見てください、この炎が立ってるようなね、これは塩舞っていう名前の品種だそうです。艶のある舞ってことですね。わあ、すごいですね。数々の品種があるんですけれども、僕が一番好きなのはこれかなっていう感じです。ケリーっていう品種ですね。少し菊の花にも似てますけれども、これいいな、好きですね。このような感じで咲き進んだものはこれで、咲き始めはこういう感じでね、この風情もまたいいですよね。変化が楽しめるっていうのがいいです。これも綺麗ですね。ダンっていう名前なんですけれども、温暖の暖ね、温かみのある、とても綺麗ですね。こちらもまたねなかなか色がいいですね。風紋、風の紋様ということで、風が流れた跡がねピンクの跡になってるかのようなね独特の色合いで魅力的ですね。これもすごいですね。綺麗です。ちょっと名前がわからないですけれども、何とも言えない風情がありますね。これもすごいですね。絞りが入ったような
スターダストという品種なようです。星くずのようですね。美しい。これも独特のね、うねりのある花びらで綺麗ですね。風炎、風の炎って書いて風炎という品種みたいですね。うわーすごい。ウェディングマーチ、華やかな感じでお祝いの感じですね。つまべにみたいな感じで、こう見てください、これ綺麗な花ですけれども、この品種名は令和っていうことで、今の時代のね、象徴する花みたいな感じがしますよね。はい、このような形で豪華絢爛なね、ダリアが所狭しと植えられていて花を咲かせているっていう、こちらのね、町田ダリア園なんですけれども、全部で500品種ぐらいあるみたいですね。すごいですよね。皆さんもね、お近くにダリアの見られるところとかあったり、それから園芸店でも今ダリアね売ってますので、そういったダリアに身近に接していただいて、ちょっと難しいイメージはあるかもしれませんけれども、ぜひね、楽しんでいただければありがたいなと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信もしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。